遅いぞ下僕、もっと早く走れないのか。ネネシスが早すぎるんだって。まったく仕方のないやつだな。ならばこうしていればはぐれる心配もあるまい。ああ確かにそうだけど。なんだ嫌なのか。嫌じゃないし、むしろ嬉しいんだけど、ちょっと恥ずかしいかな。今さら何を言う。私たちは心も体も通じ合った仲ではないか。声が大きいって。っていうかその発言はいろいろと問題だから。なんだ下僕の分際で私に口答えか。あのさ俺を下僕にするのやっぱりまだ諦めてないわけ。言ったはずだ。恋人という関係になったことで本格的な調教ができるとな。じわじわとお前を誘惑し、いつか裸のお前の首に縄をつけて繁華街を歩くのが私の夢だ。その夢はぜひとも諦めてほしいんだけど。私は強欲だからな。そうなりたくなければせいぜい私の誘惑に抗うことだな。まずい現時点ですでに抗える自信がないんだよな。どうした私の顔に何かついてるか。いやそういうわけじゃ、ただちょっと見とれて。今のなし。とにかく下僕になるつもりはないからな。せいぜいあがくといい。抵抗すればするほど落ちた時の快感は計り知れないものとなるだろう。あのさ、俺たち恋人でいいんだよな。当然だろ。私たちは恋人同士だ。だが愛の形というものは星の数だけあるものだ。そう思わないか。その言葉に納得したらいろいろまずい気がするから答えは控えるよ。なんだつまらん。お、向こうの方から何かいい香りがするぞ。引っ張るなって。結局ネミシスは俺を下僕にすることを諦めていないらしい。今後俺たちがどうなるかはわからないけど、俺はこれからもずっとネメシスと一緒にいたい。一緒にいられるなら、たとえ下僕になったとしても…いや、それはさすがにダメだろ。どうした。なんでもないよ。ふむ、主に隠し事とは、いい度胸だ。何も隠してなんか。よし、罰としてお前が今何を考えていたのかトランスフュージョンで探るとしよう。頼む、それだけは勘弁してくれ。